先ほどから江藤の中に少し迷って打ってるような感じを受けるんですよね。ちょっと迷いがあるか江藤。投球数112球目。さあ結果はどっちが勝つか。ライト方向、ライト方向、ボールが落ちた。二塁ランナー、三塁回ってストップ、ストップ、ストップ。江藤の勝ち。ノーアウト、一塁三塁。吉村さん言われるようにライトヒッティングでしたね。ライトの方にも無理に向こうに打ってますよね。無理にね、無理やりに。さあそして松井です。お、長嶋監督自ら出てきました。さあ吉村さん、はい、ここでは松井の気持ちどうですか。松井はもう完全に決めに行くでしょうね、ええ、ただヤクルトバッテリーは塁を埋めるというよりも三振をもう狙いに行くしかないと思うんですよね、はい、そこでこの松井に対してヤクルトバッテリーが江川さんどういう組み立てで入ってきますかね。これはね難しいのはね、松井高橋とヒット打ってないですから、松井高橋と勝負してマルチネスやめて満塁にして新岡と勝負するのか、もう松井も勝負やめて満塁にして高橋マルチネスのゲッツーを狙っていくのかね。いろんな選択があるわけですよ。そういう計算。あ、古田が今今度タイム要求してベンチにわざわざ古田が行きましたよ、ね、それをどうするかなんですよね。だけど先ほどセンターに松井選手が打ってますから、ね、吉村さん言うように三振しかないんですよ、松井と勝負するならここは三振しかないんですね、だから外野フライも打たれちゃいけませんから、どういう選択をするのかなんですけどね、若松監督の指示を仰いだ古田。だからヤクルトベンチは松井と勝負なのかマルチネスと勝負するのかどっちかなんですよね。なるほど、この場面ではね、さあそして古田がこの石井に指示を与えようというところですが、ちょっとその辺の呼吸が合いません。あ、歩かせますね。歩かせですね、今ね。なるほど、ね、ヤクルトベンチ若松監督の指示は歩かし、満塁策を選択したようですよ。満塁策選択して高橋を三振に取って、マルチネスに内野ゴロ打ってくれればゲッツは絶対取れるっていう、すごい計算ですね、まあ、ヤクルトサイドから、見るとね、勝手な、しかしそれぐらいピンチであるということですよね、でこれ石井が投げないのは、自分の意思とはちょっと違うんでしょうね。石井がちょっと嫌がってるんですね。自分は松井を取れる自信はあると、三振に。三振取れると、それでワンナーを取っておいて高橋でツーは取って、マネテスが嫌だったら歩かして二岡と勝負と。ああ、そういう計算。本人はそういう風にしたいんですね。古田は立ったまま、石井は勝負をしたい。しかしベンチの指示は敬遠、満塁策です。ああ、古田が二塁の土橋を、今の石井の投球がですね、なんか納得して歩かしてない投球のように見えるんですよね、それでもう松井の場合は打つ可能性はありますからね。そして土橋をちゃんと定位置に戻るようにという指示でしたね。これはね、僕心境は自分たちもやってましたよくわかるんですよ、ちょっとふてた気持ちなんですね、ベンチが信頼してない、だけど一番大事なのはピッチャーとしてはこの場面切り抜けて、勝ち投手になることなんですよ、だからこれはベンチの指示に従ってですね、絶対ここから点数やらないというふうに持ってった方がいいですね、気持ちはね。どうも表情を見るとそういう気持ちになりきってませんね。さあ敬遠で満塁、ボールの力なくなりますからね。そうでしょうね、さあそこで今日の高橋は、1回目が初球打ちセカンドゴロで 2回目は三振、しかし初球空振り、そして3回目も三振、これまた初球空振り、3回全部初球手を出している高橋由伸です。去年は13打数ヒットなし。とにかく生涯マウンド上の石井ではこれまでヒット1本しか打っておりません。ヤクルト内野陣当然前進守備、大きなチャンスが巡ってきた9回の裏、決着は初球か。
初球打った、高く上がって左に切れていく、ファールボール。いや吉村さん、また初球打って手を出しましたね。もうこの場面はやはりもう高橋の場合はもう遅せでしょう。押し寄せね、はい、はい、ノーアウト満塁。ゆっくりしたペースで最後のぞき込んだ石井、投球数121球、おそらくスライダーが来るのか、ストレート、お見事、お見事です。これがありましたね、あの振る方を待ってなかったですね、取っちゃいましたね、取りに行きましたね、だからバッターが振るかどうかじゃなくて、うん、自分 の、 あのストレートのまっすぐで取りに行きましたね、今のはね。で吉村さん、はい、高橋もおそらくスライダーに絞ってたんでしょうね。今のインコースのストレートってのは全く頭になかったでしょう ね、 ね、見逃し方は。いやヤクルトバッテリーお見事であります。ワンアウトまで来ました。さあこうなると、先ほど江川さんが言ったマルティネスでダブルプレーを取りたいという、だけど中間守備してますからね。あ、そうですね、バックホーム体制ですね。バックホームにしてるんですが下がりますよね、これマルチネスだったら内野ゴロだったら完全にゲッツ取れますから。今の組み立て、吉村さんも全く同じような見方ですか。そうですね、もう、うん、あまり変化球よりもストレートで三振を取りにいってるような感じはしますね。あ、そうですか。ゆったりとした、ゆったりとした感じで一つうなずいて、さあ石井125球目、ちょっと外に寄ったストレート、セカンドライナー、いい当たりだったんですが、セカンドの土橋キャッチ、結局ツーアウト。マルチネスもうまく打ちましたけどね。打ちましたね、うまく打ったんですよ、しかし土橋がいました。いや、とうとうツーアウトまで来ました。このアウトコースの低めギリギリですね、ものの見事にジャストミートしたんですが、セカンドライナー平等がよく戻っています。さあヤクルト絶体絶命のピンチ脱出か。ツーアウトまで来ました、ツーアウト満塁。これ切り抜けたらすごいですね。いや、すごいですね、本当にすごいですね。バッターボックス新岡が入っています。おっと、ちょっと古田の要求とはいわゆる逆球が来ましたが、ストライクです。三塁ランナー清水、二塁ランナーへと、一塁ランナー敬遠の松井です。ノーアウト満塁がワンアウトなり、そしてツーアウト満塁と今なっています。どうしてもやはり、ね、手が気になると体っていうのは、ね、詰まりたくないから早く開いてしまうんですよね、はい、その前のファウルしたのがどちらかというと少し開いてましたよね。なるほど、少しタイミングが合ってきましたか。もうこのケースっていうのは今古田を見て分かるようにもう真ん中しか構えないんですから、はい、そうなってくるともう思い切ってやはり、ね、向かっていってほしいですね、ピッチャーにね、はい、ヤクルトバッテリーが勝つのか、あるいはサヨナラゲーム巨人が5連勝なるか。133球目、どうだ、詰まった、詰まった、どうだ、落ちた、さよなら、さよなら、新岡がヒット、さよなら勝ち。9回の裏踊り上がって万歳の上原、上原今シーズン初勝利、打たれた石井です。がっくり石井、2対1、巨人5連勝、ヤクルト5連敗。大きな大きな勝負、決着つきました。いわゆるぐしゃっという当たりながらサヨナラヒットを打った新岡であります。そして本当に大喜びの上原。